はい、どうもタンタンです。こちらキワヤさんから、ちょっと久々になりますかね、テナーサイズのウクレレ入荷してきましたが、こちらコアモデルですね、 KPT の 1K というハワイアンコアを使ったテナーサイズ、はい、今回はね、いくつか選ばせていただきまして、この個体は2番の個体になりますね。木目の雰囲気こんな感じ。こんな雰囲気の個体、これが2番の個体となっております。 KPT のこのシリーズは、こう見た目もね、オリジナルシェイプで、いろいろとこう特にソロ引きなんかにはすごくやりやすいような雰囲気で、設計がされてて扱いやすい1本かなと。さらにこのテナーサイズはこう音もこうハイポジションの音まですごく綺麗にこう澄んだ音がしますし、演奏性もすごく高く設計されておりますので、かなり弾きやすく感じるんじゃないかなと思いますね。ポジションまでしっかりと、テナーらしいしっかりとしたボリューム感、そしてなんて言うんでしょうね、太い感じの雰囲気っていうのももちろんありますけれども、これキワヤさんのこの貼ってあるこの KBM という弦のこともあると思うんですけど、ちょっと細めの弦が貼ってまして、テナーサイズの割には非常にこうシャリッと軽やかな雰囲気、そういうのも持ち合わせてる、そんな一本かなと思います。はい、ということでこちら、キワヤさんですね、 KPT の 1K テナーサイズのハワイアンコアモデルで、こちらが今回はいくつかありますので、こちら2番の個体ですね、この木目の雰囲気、はい、こんな感じの木目の雰囲気の個体、こちらが、KPT1K の2番と今回なっております、はい、ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。